はい、こんにちは。ビューティー系 YouTuber、めぐみでございます。異論は認めません。というわけで、照明買いました。よっこいしょ。これが大きいやつ。ちょっと今回、私が長年避けてきたタイプの照明を買いました。なんで避けてきたかは、これから、言いますし、やります。これです。リングライトですね。リングライトを私購入いたしました。でっかい。しかもピンク。すげえ。今のライトってピンクとか売ってんのって思うかもしんないけど、多分これだけなんじゃないかな。この機種はなんと名前がすごいです。普通照明類のさ、名前ってさ、これだったらさ、リングライト、何ワット何インチみたいな書き方しかしてないじゃないですか。これね、プロ機材 .com さんで購入したんですけど、なんと商品名ビューティーライト。わお、私のためにあるようなライトじゃないですか。ビューティーライト、マットピンク。ということで、まあ白いやつも売ってます、ここ、バッグがね。まあ私はどうせならピンク買うんだったらピンク買いますよと思ってね。いやーなんかついにこういう、こういう本気の機材も、なんかおしゃれになってきたっていう時代なんですかね。非常に、うん、ピンク色だとつい買ってしまう感もありますからね。で、これはね、型番がね、一応 KDBL48LEDP っていう型式なんですけど、このちょっと前の機種が、ジェットさんがなんか、監修ってわけじゃないんだろうけど、こうしてほしい、ああしてほしいっていうので、形になったものがあったんですよ。でもそれはもう売ってないので、買えなかったんですけど、まあそれがあったというお話でございます。で、今、うち照明6個あるんですよ。こっち側と、まあ、うちにこう向けてる。こういくと、わかる。あ、照明があっちこっち6個あるんですけど、理由があって、この部屋が良くないですよ。この部屋引っ越してきた時に、生放送で、私の顔が暗いとか、ちょっと暗い暗いってコメントがあったのを覚えてらっしゃる方もいると思うんですよ。その通りで、この部屋が良くないですよ。で、動画の時は照明焚きますけど、生放送の時は、長時間やるんで照明消しちゃうので、その結果暗いっていう状況に陥るってことですね。この電気の位置とかリフレクション、これの位置がね、まあちょっとこの部屋良くなったんですけど、まあ機材でカバーしてきてはいたんですけどね。リングライトを買ってみました。ちょっととりあえずこれつけてみましょうかね。なんでこれを、リングを私は避けてきたかっていう理由がもうね、わかるんですよ。まあ、平たく言うと、メガネですよね、メガネ。メガネに反射するんです、ライトって。まあ、プロに撮ってもらう場合は、いいんですけど、まあ、プロに撮ってもらう場合も、レンズ抜いてって言われると、無理ですって言うしかないんだけどね。違うメガネでレンズ抜いてって、いや、私この、今これね、アスナモデルなんでね、いや、私、アスナさんで行きたいんで、とか、言っちゃう人間なんで、だから今回メガネ族メガネ科の人間としては、人間ですら怪しいかもしれないけど、このリングライトをメガネで突破できるのかっていう一つの試練を私はあって、それから逃げ続けてきた。逃げてきたってわけじゃないけど、あれ、これどういうこと？鏡しかついてない。で、鏡ついてる理由って何？私ライト買ったんだけどさ、ディフューザーだったらわかるけど、鏡ついてる、あ、ビューティーライトだからだ。そうか、ビューティーライト。あ、しかもすげえ、この鏡。ちょ、見て。三脚穴の、ゴロゴロついてる。やべえな。で、ちょっと、ね、これをはめていこうかなと思うわけでございますよ。よいしょ。おや？あ、これやばいやつだ。これ赤いやつや。これ三脚じゃねえな。そうか、そのタイプか。やるな、三脚穴じゃないのか。あれ？あれ？こっち。これで行くか。こっち行きましょうか。三脚穴じゃない。となると、いや、一緒だよ。こっちも三脚穴で。わかった、わかった。あったろ、どっかにあったろ。形は、ちょっと待ってね、ここの形でしょ。あれ、どっかあった、これでいけるでしょ。あ、やっぱね、ビューティー系っていうのは、あ
いろんな道具持ってますから。工具箱持ってこそのビューティー系だからね。工具箱がなかったらもう、ビューティー系じゃないですから。これでいけっかな。頼む。はいで。あ、いける。いけるだろ？頑張れよ。ここ、根性見せるとこだよ。あー、ちょっと待った。重い。いやーもうやだやだ、ちょっと待って、疲れてきた。よいしょ。あ、行きましたね。行きましたね。ちょっと、吸ったもん出してますけどね。あれ、でもこっちの方がいいんだよな。こっちの方が、これがついてるから、こっちの方がいいんだよな。どうしよっかな。まあ、とりあえず、仮撮影っておかしいけど。ちょっとでかいな。こんなに来ると思わなかった。まあいいや、とりあえずはめ込んでいく？はめていっていい？じゃあはめるよ。聞く理由って何？ちょっともうやだ。え、これなんでこれにしたの？三脚穴の方が良くない？これ三脚穴の方が好きなんですけど。よいしょ。はい。あれ？ここ？あ、ここ稼働するんだ。ここ稼働するみたいですね。だ手元、ガンプラ作るときとか映しやすいですね。やっぱビューティー系はガンプラやりますからね。で、あ、ぶめ！え、これさ、なんかアタッチメントとか入ってねえの？アタッチメントないんか。これ入れといてくんないとさ、私ぐらいのビューティー系じゃなかったらなかなか持ってないぞ。こう、あった、なんかあった。あれ？これか？いや、違うな、これ電源だもんな。電源っすね。いやー、ちょっと意外だったな。三脚入らないとなると、取り回しがまんどくなりますね。なんか Z さんがやったやつはバッテリー駆動するみたいなんですよ。あの、このソニーのよくある、これもそうなんですけど、ソニーのこれでバッテリー駆動するとかってあるんですけど、これはしない。なので、ガチインスタグラマーは電源持ってってください。あの、発電機持って歩いてください。で、これさせば、あの、ガチインスタグラマーになれるから、やっぱガチのインスタグラマーはそのぐらいやってもらわないとね。どういうこと？これさ、三脚穴がさ、メスなんすよね。オスじゃねえの？あと、これだ、そうだ、忘れてた。あの、スマホホルダーついてるんですよ。これ優秀でしょ。あー、わかった。どっちだ？どっちをどうしたいの？このリングは。こうしたいんかな？こうしたいんかな？いや、逆だな。そっち違うよな。ちょっと待って。うわー、これなんでこんな複雑なの？ライトって立てれば使えるイメージなんだけど。ちょっと待って。どこを回したお前。いや、ここを回したんだよ。いや、違う。あれ？ちょっとちょっとわかんねえ。まあいいや。こっち側がいいんだよ、要は。そうするとリング逆ついちゃうけど、こうすると、まあ、ここはフレキシブルアームになってるんで、あ、こうか、こうで、ごめんなさい、ちょっとスマホが1台も手元にないんで、 iPad 置くと、 iPad はまんの？これはまんないね。こういう感じで、え、映ってねえな。あなたのお母さんのやめろって。やめろってこういう感じで、置けば、リングライトの中からスマホで撮影できると。今撮ってんの iPhone XS です。最近ね、レフィさん、
映像すげえ綺麗になったんですけどカメラ変えたんですかって。変えはしましたよ、10から 10S に。まあこんな形で使うと。あれこれってさ、手前にも三脚はなんだけど、ここにもつくんか。あ、いいね。あ、ここにもつく。あ、素晴らしい。これいいね。で、こう、奥に持って、行って。いや、私、それやらないかもな。それやらないかもな。あの、ビューティー系はこういうナットとか何でも持ってるんで、安心してください。心配しないでください。ビューティー系たるものね、やっぱナットいっぱい持ってるんで、オスメスは常に変換していくんでね。これをつけたいんです、私は。おっと、これ引っかかるな。やべえ、なんという段取りの悪い動画でしょう、これ。まあこれ開封だからね、レビューは他でやりましょうね。他でね。まあこれから買おうっていうね、方は、これ見て、ああ、そこメスなんだ、オスなんだとか見ていただけると、いいじゃないですか。いや、ここさ、当たっちゃうんだけど、困ったな。私のこの世で一番愛している自由運台がつきようがないな、これ。わかった、わかった。ビューティー系はビューティー系は機材いっぱい持ってるから安心して。これいけるだろう。これ使いましょう。このジョイントを浮かせましょう。ちょっと浮かせればいいっしょ。あれ、もうない。やばい、ちょっと待った、数が足りるか。買っときゃよかった、買っときゃよかったっていうか、こんなに穴があれしてると思わなかったな。これでいいっしょ、これでいいっしょ。よし、これをつけたいんです。私はこの自由運台をこよなく愛してるんです。この自由運動以外認めない。そのぐらい大好き。よし。よし。ちょっと待って。ああ。あと、まあ、あとでしょ。あとで、あとにしよう。あとに。こうでいいでしょ。どうでしょう。ちょっと三脚位置高えな。見づらいよね。でもこれ以上下がんないから。諦めて。じゃあ、ここ開けますか。はい。はい、こういう感じでスマホ持ってこいって感じですけどね。あと、そう、キャリングケースついてます。だから、あのインスタグラマーの皆さん安心してください。あのインスタ映えを狙う方はね、あとは発電機さえ持ってれば使えますんで。バッテリーどこや。バッテリー 100から240V。 ほら、世界旅行に行ってもワールドワイドでインスタできるから。ただ飛行機に発電機持って入れるかっていうのはちょっと私の存じ上げないところですけど、そこはちょっとケースバイケースやっていただいて。よいしょ、できます。いや、あれつかない。ついた。こんな感じですね。で、これ便利なんだよな。これが便利なんだよ。あの色温度変えられる。あのカルバンクライン変えられるんですよ、自由に。ただあの いわゆるライトって基本的に液晶が多いんですよ。で5000とか7000とかっていう、7000カルバンクラインとか、あの7000ギルとかね、あの色温度の数値が数字で見れるんですけど、これご覧の通りアナログスイッチになってるんですよ。まあ、逆にあのバシッと決められないけれども、この方が私は楽っちゃ楽ですよね。まあ、通常の大体のものってここに液晶があってここで操作するんですよね。でもここにあるっていうのがポイントですね。裏にあるんですよ、大体。ほぼライトって裏にあるので、ここに裏にあるんですよ。だけど ここにあるとこっち側で見ながらいじれるじゃないですか。まあアナログトグルスイッチの場合、前回例えば
前回と同じ色味で撮りたいっていう時に前回の色味を固定できないっていうのがちょっと弱点かもしれない。前回5000で撮ったんだけど今度7000で撮りたいっていう時に色味が固定できない。今これ iPhone で撮ってるからホワイトバランスとか露出どうなってるか私全く分かんないですけど、これが青でしょ、一番色温度が青、これ一番オレンジ、肉眼で見ると超オレンジだけど iPhone の方が多分露出自動になっちゃってるのかな。ホワイトバランス固定してるけど、固定してんだけどちょっとまあそこはケースバイケースというか、あ、いいんじゃん、いいんじゃん、これ一番照明弱い、これは使い物なんですかね。あ、実際マックスでいいじゃん、マックスでいいじゃん。じゃあちょっとそこの三脚に乗せたい、そこの三脚に私は乗せてメガネをチャレンジしてみたい。どうする、動画分ける、次行く、次枠行く、次枠入りしよっか。もう15分だしな。これ機材開封ね、ビューティーライトを買おうかなって迷ってる人がいると思うので、あ、じゃあこうしましょう。ここでこう私が手で持って、リングライトどうなるかっていうのをちょっとやりますね。ちょっと待って、ここ撮ろう、ここ撮りましょう。あー、じゃあちょっとごめんなさい、細部の説明します。ここに三脚穴で、上にも三脚穴だ、2個あります。2個あるんだけど両方メスです、メスです。でここ今刺したところが、ここ三脚穴じゃなくて棒にぶっ刺すタイプなので、ここね、ここにはネジ止めみたいなやつはドリルの力は一切このようにないのでグレンラガーになれませんので、そこ注意。三脚にはめようと思ったらあれってなるんで、買う場合はまあナット系のやつをねいっぱい持っていればいいですけど。あー、もうやだー私三、まあでも三脚穴じゃ多分ね固定が厳しいからこれになってると思うんですよ。重たいから、結構重いよ、すげえもん。なんか見てここ、きれい、きれい、きれいどき、プロ機材 .com って書いてある。こっちにも普通こんな可愛らしいシールさ機材に貼ってないぜ、ね、ビューティーライトプロ機材 .com きれいどり、え、きれいどりっていう機材屋さんがあるのかな、私ここぐらいしか知らないですけど、まあ、ここ知ったのもジェットさんのあれですけどね。何しようと思ってたんだっけ、詳細の説明ね、まあ、ここがそんな感じですね。で一応ここやるとこうなります、こうなります。後ろ180度いく、180度いきますね。なので、まあ、ただ重たいんでしっかりと固定してあげないと倒れてくると思う。このぐらいしっかりとないと倒れます、もしくはこういう形。まあ結局こういうので対応しろっていう話は置いといて置いといて、何が言いたいかっていうと、ここに乗っけるじゃん、で手前に倒すじゃないですか。そうすると一つ問題が起きると思うんですよ。こう倒した状態でこれ使おうとしますよね。ちょっとぶっ壊れた。ビューティー系修理得意だから大丈夫なんだこの動画まあ早い話が、これこうやるじゃないですか、で手元なんか置いて取りたいするんじゃん。そうすると1個持たれて三脚の足が映るんですよ。わかります、三脚の足が入っちゃうんですよ。だからこれをこれもろ入るでしょ、上から、これ真上から見た時足が入るんで、じゃあそれどうしようってなった時に、なった時にですよ、キラリと輝くこの横に
横にする棒ね。これで、まあ、こうしてあげればリーチが出るので三脚の足が入りませんとかっていうのはできますけど、まあまあそれは後々の話なので、そこまでやるかっていう話もあるので、まあそうですね、それが一個問題ですが、一応何一応ここが180度駆動しますと。で、そんなもんか。そんなもんですね。で、そうだな。あとは色温度と、色じゃない、照明の強さは、ここ。このトグルスイッチ。アナログですね。これ結構気持ちいいよ。今、多分グリス入ってるからだと思うけど、グリス切れてきたらつけてあげればいいけど、すごい今、すごい、なんだろう。ライカのカメラこうやってる感じ何言ってんだって。で、付属品が結構ついてきます。承知。息切れてきた。重い。よいしょ。で、付属品がさっき見せた通り、このスマホホルダー。スマホホルダー、もう横向きに最初からなれるようにしてはありますね。しかもこれがっつり固定できるんで、これいいな。これ別売りしてほしい。これ3000円ぐらいで売りません？プロ機材 .com さん。そしたら私買いますから3つぐらい。3つしか買われなかった。これ横向き固定はもうまさに福音ですよ。この今私がいっぱい持ってるね、やつって。どうしてもね。このね、横向きは当然なんだろうけど、ここまでね、がっつり固定してくれるやつは嬉しいっすよ。スマホ、最近のスマホ勢ね、私ですけど。では、これは取ったとして、こういう感じで、ここフレキシブルになって、結構硬い。結構硬いので、iPad を無理やり乗せても多分大丈夫だと思う。大丈夫だね。うん、この硬さだったら大丈夫。ただ、フレキシブルの場合、これもさっきの色温度と同じなんですけど、画角が毎回変わっちゃうとちょっと動かすともう二度とその同じ画角で撮れないっていうのが、まあフレキシブルの弱点かなと思うところでございますが、まああとこっち側に2個あるんですよね。これがどういうことかちょっと分かんないですけど、こうもいけるしこうもいけるし、もうまあまあまあいろいろこういう穴がいっぱいあるっていうのは素敵なので、こっち側は全部オスですね。で、これ替えの芯かな。で、これがそうでしょ。あと鏡どこだっけ。鏡。やばい！これ、今気づいた。こっち側が、あ、ほらほら、私 iPhone 撮ってるからね。こっち側が通常サイズで、こっちなんと拡大鏡だった。わかる？これ。これ。これ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 、よくデパートの地下1階にあるやつですね。地下じゃねえか、あれ1階か、化粧品売り場にあるやつ。でこれここにつけるいや、つける意味って何。これここにこれをつける意味って何ですか。はあちょっとわかんないですけど、ちょっとなんか多分お化粧好きな人は何か理由があるんでしょう。ごめんなさい、私分かんないですというのが一応今回の細部になるかな。で、じゃあこれが細部で、実際リングライトを点灯してる時はどうなっているかというのをそんなに重くないかもしれないですけど、さすがにこんなバカバカ持ってると体痛くなりますね。こっち側に見えるんですよ。で、ここにハンディカムでも何でもいいですけどカメラを乗っける。ハンディカムちょっとな、電源いっぱいくっつってかな。よいしょ。あーもうやだー、やめて、もうやだ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 、一回一電話で、あーもうやだこういうことです。こう撮るとこういう形ね、こういう形で乗せてあげれば
リング上の中に自分が入って一応綺麗に映ると、影っていうか、まあここを真っ暗にしても多分この照明だったらこのぐらい明るければいける。上ライト消せばね、消してもね。あ、これ全然いいじゃん。あれ、これ3つぐらい買ってもいいんじゃね。で、リングライト一応使い方としてこうなんですよ。だから今ここスマホ入っちゃって、枠入んないようにね、ここにスマホ置くんですよ。そうすると、あ、もういった、こうなると、わかる、目の中にリング入ってません、ね、目の中に、ちょっと待って、こっちあの目の中にリング入るんですよ。こうわかります、ちょっとね、扱いが難しい、すーげーテカってしね、これね、距離感、あ、難しい、ちょっこうですね、こうすると目の中にリングが入るとっていうアイテムアイテム、まあ面白いね。使い方として結構いろんな楽しみ方ができるから、なんだろう、撮影する側としてはこれ持ってると面白いなんですけれども一個問題があるんですよ。これを避けてきた理由ね。まあこのレンズちょっと待って、一回置いといて、こっちのレンズいきましょう。これ絶対ダメなんで、これアウトのやつなんで、これいくと、わかります、メガネの中にリング入りますよね。このメガネの反射問題、私はメガネが本体なのでメガネが本体なので、このメガネの反射問題があるからリングライトを下げてきたんですよ。でもな、ちょっと面白そうじゃないですか。あの Z さんがプロデュースなのかな、あれちょっとよくわかんないですけど、ジェットさんがやった時から、いや一回買ってみるかなと思ってたら、それがなくなっちゃったっていうね。でもその代わり新型で、俺ピンク色出てますから、ピンク色だから、これをこうやって持って、あのインスタグラマーとか YouTube とかニコ生とかツイキャスとかね、こうやって撮影してください。こうやってガチ勢はこうやってやってください。こうやってやってください。ここに立ててね、カメラをね、こうやってやると、あのもうガチ勢、あー難しいな。ほら距離と、あ、これでも、あ、全然いけんじゃん、全然。あれ、これなんかどっかで見たの、鈴いやこれ全然いけんじゃん、全然。これでも瞳にリングあるんですよね。アニメキャラみたくなれるんですよ。これ何もないじゃん。面白いでしょ。童心に帰れるでしょ。いや別に口開けなくていいんだよ。ほら、いきますよ。ね、あ、すごいよね、すごいよね、人類ってすごいよな、人類って。いくよ、ほら、まあ、この距離でやって、あとはメガネどうしても今入ってますよね、メガネに光が。これ問題でちょっとチャレンジしてみようかなと思って、メガネ今手元にね
あのレンズ違い、フレーム違いを何本か持ってきてるんで、これをちょっと試してみようかなと思います。ほら今2灯ライト消した、いや3灯か、3灯、いや1灯ついてるか、んあれついてる、ついてる、あの2灯消しただけでこんな顔暗くなっちゃうんですよ。こんな顔暗くなっちゃう、だからこの部屋が良くないんですよね。いやそれ言ってもしょうがないけど、でまあ仮にリングライトとしてこうやってあの目の瞳にうんたらかんたら置いといて、ただこういうところから照らす分にも全然問題ないですよ。だから普通の重い、これ何キロあるんだろう、重いな、この辺から後ろからだよね、この辺だね、あほらいつもの感じになったじゃん、これもちょっと弱めればいつもの感じだね、ほらいつもの感じ。しかもちょっと撮影に合わせてこれ色温度とかここでぬるぬるっと簡単に変えられるから超便利、やべえ超便利。あれもうこれうちの照明これでいいんじゃない、全部これあと2つ買えば多分足りるでしょ。あっべ、これ超便利、やっべ、つかあらこのアナログスイッチってさ、なんでこんな触ってると気持ちいいの。わかる、これわかる人いる、多分ビューティー系ならわかるんだよな、これちょっとガジェット系とかゲーム系とかね、いろいろありますけどね、べしゃり系とかね、これビューティー系じゃないとこのトグルスイッチのこの感覚ね、気持ちよさ、これすごいよ、このトグルスイッチ超気持ちいい。何言ってんでしょうね。まあ単純に使い方としてこれが正しいんですけど、例えばちょっと陰影をつける、ちょっと自分でモニター確認できないかな、ちょっと待って、あのねすげえ難しいのがこのライトの反射が iPhone のモニターも、これ iPhone ってガラスじゃないです か、 だからめっちゃ反射してるんですよ、だからモニタリングがすげえしづらい、だからこうこっち側がこうして、わかる、こっちに当ててこっちは暗くするとかね、ライティングね、昔の動画の方がライティングとか凝ってましたけどね。だんだんね、ほらいいの買っちゃった、いいの買っちゃった。じゃあちょっとあのメインのここの三脚に突っ立ててやってみたいと思います。その具合によるんですけど、まあおそらく私はあのずっと使っていこうかなと思うんですよ。でちょっと数減らし、あの照明を間引くっておかしいけど、で仮にどこか引っ越した時に、私いっぱい YouTube 始めて何件 1,2,3,4,5 件目ぐらいだと思うんですけど、もう次どこ行っても照明とか音響に悩まされないぞっていうのをこの家で構築したいなっていう、まあここ気に入ってるからそんな引っ越すつもりあんまないけど、あーこれね、一番の問題は iPhone のガラスに反射してるのが全く私今モニタリングできない。わかる、わかる、めっちゃ反射するんですよこれ、このリング状の反射が iPhone に入っちゃって、 iPhone 撮影だと、じゃあ今こっちから当ててっからね、こっちから当ててっからね、逆にこれハンディカムとかだと反射しねえの、あまあするはするけどちょっとよ、そんなにしないんだね。ああもうこのビデオカメラダメなんだよな、買い替えないと死んでんだよね。ちなみにこのビデオカメラ一回うんともすんとも言わなくなって、私あビューティー系だから一回全部オーバーホールしたんですよ、バラしてたら動くようになったんですよ、でもビューティー系だから。ちょっと部屋電気消してみましょうか、ライト消えてるよね、よし、あれ
あれ？後ろ一頭あれ消します。いい、あれはあのままでいい。これだけ暗くても、うん、さすがにそれはきちゅうか。だけどこうだったら多分ちょっと、ね、うん、これね、ビデオカメラの方がいいっすよ。iPhone より絶対絶対私は iPhone でやるけど、楽だから。こうすんじゃん。そうするとこれあれなんですよ、深夜照明がどうにもなんない。なんだろうな、深夜の街歩き配信とか言ったら、もうこれ持ってれば最強なんですよ。絶対こう映ってっからしかもそんな遠くまでこれ光いかないから、あの他の人は映んないし。だからもう今後ガチ勢はもうリングライト持って歩きましょう。こうですね。こんだけ部屋が暗くとも、少なくともここら一帯は映ってくれると。とこれ近づけば iPhone、 もっと iPhone 手前に来るので、あの本来だったらね、こうなるじゃん。全然いいじゃん。いやいや、全然いけでしょ、ほら。いいよ。ほら、全然いけでしょ。素晴らしい。素晴らしい。で、ちょっと、リングライト VS メガネ、メガネは次の動画にしよう。もうなんだかんだ言って40分喋っちゃった40分も喋っちゃったから、これにつけてもいいよね。このアームもう一本買って、アームこれここにくっついてるだけで、このマイクってここにくっついてるだけ。これで、ね、これにくっついてるだけだから、これつけることができる。もうね、これ硬くてさ、私いまだにこれこうなっちゃうんですよ。私締めらんないの、思いっきり。誰か締めに来てくんない？なんでこれ機材ってさこんな硬くすんの？締めらんないんだよこれ。もう一度も締められないから、私買った時からこれ、このマイクガラガラガタガタなんですよ。これ今ガタガタでしょ。ほら、だからさ、締めらんないよね、こういうのって強く。ちょ、誰基準で作ってんだろうね、こういう機材って、ここのさ、硬いやつ。うちの全部閉まってないよ。うちの家の機材、全部閉まってないからね。全部ガバガバですよ。ね。ほんと、誰基準で作ってんのかよくわかんないけどさ。これもガバガバだもんな。困っちゃうわ。これだと乗るかな。ちょっと試してみる。うん、よいしょ。あれ、これ動画用ですからね。生放送とか絶対使わないので、今日そこを勘違いしないで、ね、今現在生放送も照明使ってないですからね。生放送照明使ってないのに、じゃあどうしてやってんのっていうと、あれは配信ソフトで色温度とかいじってます。あとファイナルカット編集ソフトでやる場合は、動画撮った後にデータゴニョゴニョいくらでもできるじゃないですか。だからそれがね、いいんだけれども、
iPhone で撮って iPhone であげたい場合それやれないので、問題ですよね。これ明日筋肉痛だな 100%。あーきつそう。あーダメだ。ゴリラポット、ちょっとこの上の一眼レフ用のゴリラポットあるんで、それだったらいけっかな。雲台が倒れてくる。あーこれは無理かもしれん。これあかんかもな。あーダメだ、無理。もしどうしてもゴリラポットだったらわかんないけどね、もう一個上のなんだ、これよりもう一個さらに上があるんですよ。一個すごい尖ったやつ、あれは一眼レフの望遠乗せれるよっていう舞台文句なので多分乗るんじゃないかな。だとするとこの自由運転の上に乗せない方がいいってなるとすげえ取り回しがめんどくさくなるな。まあいいや。というわけで、というわけで、リングライト買いました。はい、次回ね、メガネ問題をちょっとやっていきたいと思います。あとここのメインのね、今までの、使っている三脚に乗せてちょっとリングライトを試すみたいなやつをちょっとやってみようかなと。これよ、これこれ、あと多分ね10年ぐらいしたらね、あれよ、ネプテューヌみたいなキラキラキラって入れられるようになるよ。あ、すげえよな本当に。これちょっと入ってるでしょ、メガネに。あ、それ次の動画次の動画。というわけで、どのくらいなんだろうね普通使うのって。あー、これでいいじゃん。これで飛ばしすぎ、こんなもんか多分ね。明るさ的にこんなもん、全然明るくない。こっからひねるとこういくから、ちょこっとだけ、こんなもん。もっと低かった。ここがこうなんていうの、テカっちゃうっていうのはリングライトよりカメラの問題です。 iPhone の問題だから、これをハンディカムで使うとまた全然変わったやつになる。てかやりゃいいんだね。これさ、こっち側にしてさ、あれ？こうでいいじゃん。こうすると、ごめん今気づいた、ここに映ったものが iPhone に映るんだから撮れるわけないんだよ、撮れるわけないんだよその画角は。だからまあそうだね、このハンディカムが死にかけてるので新しいビデオカメラを1台買わなきゃいけないんだけど、そろそろ DH6 が出そうなのでどうしようかな今 GH5 を買うべきかっていうところですけど、まあ AX45 でもいいんだけど、その話はいいや。どうですかリングライト、プロ機材 .com で39,960円。まあ安いっちゃ安いんじゃない。照明高いからね、照明っていうか機材高いからね、機材って基本的に高いですよ。なのでまあ4万だったら安いかなという感じはしますけどね。どうなんだろう、 48W いいじゃん、全然いいじゃん、超気に入った。むしろもう2個買い足したい。まあちょっと使ってからだけどね。全然いいよこれ、全然いい。でここだよね、ここのあれが気になるな、どうしても。まあならないもんねここ、はあ、ここなんかあれかな、めぐみオイルのせいなわけねえよ。だったらこの状態でなってなきゃおかしいんだよというわけで、よいしょ疲れた。でバッテリー駆動はこの型式はしないんですね。
しません。まあ多分ねジェットさんのやつ1個ちっちゃいんじゃないかな。このサイズバッテリー駆動ってできんのかな厳しそうだよね。この L サイズバッテリー、これ通常サイズですけど、このでっかいやつ、あれ3つ4つ積まなきゃいけなそう。できなそう。というわけでリングライト改めビューティーライトをマートピンク買ってみました。プロ機材 .com さん、今日から私も、いや今日からじゃない昔からだ、私は名実ともにあのビューティー系あの VTuber なんで、 VTuber ね、 VTuber だから。別にそれはあれだよ、 B級グルメ的なやつじゃないからね。こうやってよ、これでいいじゃん。この辺にさ置いて、これ最高じゃん。色温度のせいかな。で、まんま私青くするとさ血色悪いからバレるんですよ何がバレ、あの要はあの実はお前ゾンビだろっていうのがバレちゃうんで、青くするとほらバレるでしょ。あーでも青だと出ない。あれちょっと待って、黄色、このね、メガネのここ、これ、この辺もね、めぐみ VS、めぐみ&メガネ VS リングライトの戦いがこれから始まりますので、心しておいてください。私は勝利しますので、そこに。まあ、最終的にレンズ抜けよっていう話にはならないで、なんとか、これをセットした状態で、例えば1年、2年、3年使ったとして、首の動きとか顔の角度でメガネのレンズを把握するぐらい、ちょっと私はね、あのここだけは超えておかないと、やっぱメガニストとしてね負けを認めることになっちゃうんで、中間、あ、ごめんなさい、これ言わなかったんですけど、あの温度は3000、ここに書いてあった3200ケルビンから5600ケルビンだそうです。32から56、一番使いやすいんじゃない、7000とか7000ぐらいで太陽光とほぼ同じとかだったと思うから、7000とあんま使わないもんね。はい、真ん中にして上げていくとこれゼロね。どうしても入るよ。だからそれ継ぎ枠でやるよっていう話じゃない。ああもういい、継ぎ枠でやります。もうこうこうキリがない、面白い面白い。結局こういう、なんだろうね、おもちゃを、新しいおもちゃを手に入れてしまうと面白くて、動画閉じれなくなっちゃうんで、次枠行きましょう。というわけで、リングライト、入ってみました。プロ機材 .com、ビューティーライトマットピンク、39,960円。これピンク色ね、男性もリングライトちょっと使って、楽しそうだから使ってみたいんだけど、ピンクかっていう人は、ここ白ちゃんと売ってますから、白を買ったらいいんじゃないでしょうか。というわけで、めぐみでした。見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。楽しい。